悩みがあるときどうしてるか。不安なときはね、不安なときっていうかね、不安になってるのは、悩むのは15分までって決めて、15分だけ悩んで、15分悩んだからやんだよって。いうのがまあ、少し役立ったかな、その不安の、に対する、不安というか悩みというか、落ち込みに対する対処法の一つとして。決めたことを守る。まあもちろんできないんだよそんなこと。ロボットじゃないからそんなことできないんだけど、決めておいてその意識があるだけで少し楽になるっていう感じかな。もちろんそれができてしまったらさ、悩むことなんてなくなるから。でもなんかその人生の哲学みたいなものをこう徐々に徐々に考えて生きていけば、その徐々に徐々にいろんな不安とかいろんなことに対する、その自分の哲学だとか、悩みに対するその、なんだろうな、解決法、自分なりの解決法みたいなものを徐々に蓄積されていくからさ。そういう意味でも、まあ少しずつね、大人になるとそういうことに対してできるようになるんだよ、多分。誰しも。何でも積み重ねて練習していくことによってできるようになっていくからな。悩みもそうだな。本当に病んだら口に出せない。俺も結構それ派だったけど、でも、割とその、本当に病んでる時こそ、なんか今釣れんだわって、こう、半分ちょっと冗談めいて、いうことは大切だなぁと思ってるけどね。抱えるとより重いからな。やっぱりその自分のメンタルケア第一だし。抱えて誰にも何も言えなくなる、相談できなくなる、会話ができなくなると、どん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 やられていくから、そうじゃなくて、超嫌なことあったんだけど、超辛いんだけどって、辛い時こそ、できるだけさらっと言えると少し楽ですよ。病んでるんだけどって言ってもいいと思うし、できるだけ軽く言うのが大事だと思う。物事を深く考えすぎて病んでしまいます。どうすればいいでしょうか。考えすぎてしまうとき、まあそうっすね、まあこれ、それがこの手の相談された時に定期的に言うんですけど、そうね、ピンと立って腰に手を当てて逆の手で、あ、じゃあみんなやろう今、特に悩んでる人、はい、じゃあやってみましょうみんな、はい、立ちましょう、まず立ちましょう、はい、立ちましたか。立ったらじゃあ左手を腰に当てる、はい、で右手で空を指す、まあ、天井を指す、まあ、せっかくだし、じゃあなんかめっちゃ変顔でもいいし、めっちゃ笑顔を作るでもいいです。はい、上を見て、上を見てめっちゃ変顔するか、めっちゃ笑顔を作る、はい、まあ、じゃあその状況でちょっとネガティブなこと考えてみて、普段考えちゃうようなネガティブなこと、はい、できますか。絵面やばい、まあそうね、絵面やばいと思う、うん、まあ、その状態でネガティブなことを考えられるかっつうと、まあ難しいわけよ、まあ難しいわけだから、まあネガティブになりそうな時はまあそれやってみるだけで、自分何やってんだろうって感じになるし、まあなかなか難しいんだよね。そういう格好しながらネガティブなこと考えるの。バカらしいと思うかもしんないけど。まあ、その、なんだろう。ネガティブなこと考えてるときって表情も暗くなるし、まあ、肩も沈むし、背筋悪くなるし、背筋丸まって、なんだろう。こう、体の形が、悩むときの体の形になる。寝込んじゃう。丸まって寝込んじゃうとか、だからね、そのね、体とね、心ってね、リンクしてて、その、体をポジティブにするだけでも、ネガティブなことってなかなか考えられなくなる。これ、馬鹿らしいけど、本当に大事なことで。
だから考えすぎて悩んじゃうときは、まずポーズからネガティブじゃなくポジティブなポーズを取るだけでもだいぶ変わる。なのでまあやってみたらいいんじゃないでしょうか。大事なことですこれ。はい、もうとにかく何やってんだみたいなバカらしいポーズを取るとか、もうずっと変顔してるとか、そういうのすごく大事ですよ本当。はい。